阪神2軍スタメン木浪と森下が実戦復帰。ウエスタン、オリックス、阪神、16日、杉本庄司 BS。 阪神は左肩甲骨骨折からの復帰を目指す木浪が離脱後初の実戦に2番遊撃で出場する。6月15日のソフトバンク戦、みずほペイペイドームで背中に支給を受け左肩甲骨を骨折。18日からリハビリを開始していた。また2軍調整中の森下は3番右翼で7日の練習試合、日本生命戦鳴尾浜以来となる試合に出場することになった。木浪くん実戦復帰なの？木浪試合出るの大丈夫？絶対の1位ミエセスガスやん。だるいわ。木浪の陰に隠れてしれっと森下もスタメンなの熱い。木浪復帰してる。どんな仕上がりじゃろう。木浪は左肩やからグラブさばきや守備範囲に注目やな。打つ方を高寺を超えてもらわないと一軍には呼べないかな。左肩甲骨折って完治まで3ヶ月くらいって記載があったんやけど、そこまで重症ではなかったんかな。木浪、森下がしっかりと調整してオールスター明けからの復帰に期待。木浪、森下、西潤も頑張れ。森下生きてた。森下やっとかって思ったらのイニエス画面で楽勝。のイジーミエセス使うなよ。木浪森下まで出たら若手出番なくなるやんけ。育成放棄してるのか。ノイミエスタメンはもう諦めとるわ。木浪森下が入っても相変わらずノイミエ療法いてくさ。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。